皆さんこんにちは、青木美沙子です。そして新年明けましておめでとうございます。はい、ということで今回は12月の購入品紹介をしていきたいと思います。そしてこの動画が2024年一発目の動画になります。はい、ということで新年のご挨拶ということで、ということでが多いんですけど、皆様明けましておめでとうございます。2023年もたくさんの方に応援していただいて、たくさんのコラボだったり本の発売だったりイベントやモデル業などなどができたことで、本当に前回の動画でもあった通り多忙の忙しさ、本当に嬉しい忙しさだったんですけど、それもこれも本当に支えてくださる皆様のおかげだったので、本当に感謝しかないです。本当にありがとうございました。そして2024年も、私なりにですね、ロリータ道を突き進んでいきたいなと思っております。で、2024年も実は、去年の12月11月くらいから温めていたものだったりの発表が1月からバンバンバンと続いていきますので、きっと勢いは止まらないで、夏頃まで行くんじゃないかな。夏頃まで決まってるコラボとかもあったりとかするので、たくさん皆様にこう SNS を騒がしてしまうかもしれないんですけど、私なりに頑張って、可愛いものを発信したりコラボで作っていきたいなと思っていますので、ぜひぜひ今年1年よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はイノセントワールドさんの新作のお洋服を着ております。去年はね、イノセントワールドさんとの初めてコラボさせていただいたりとかして、やっぱりこう大人になるとというか、結構40代に入ると可愛いこうロリータっていうよりもクラシカルロリータの方が着やすくなるので、クラロリ、多分私がロリータ服で持ってる中で一番多いのは井ノ輪さんなんじゃないかなって思うくらい、本当にイノセントワールドさんのお洋服大好きで、新年一発目ということなのでこちらを着させていただきました。お帽子もね、井ノ輪さんです。で、ちょっとね、前髪をすかせて新年感じにしてみました。はい、ということで、12月の購入品、去年ですね、の購入品になります。それでは、レッツゴー。はい、ということで、去年私年末に上海に行っていたんですよ。で、その上海のディズニーランドで買ったものをご紹介していきます。じゃーん。上海のディズニーはズートピアエリアが新しくできたりとか、結構毎回行くと私はよくいろいろ買ってしまうんですけど、ちなみにね、私上海の年パスも購入しました。一番ね、安いやつなんですけど、平日しか入れないとか、入る日がすごく少ない年パなんですけど、なんかこうお仕事でね、上海に行く機会が多いので、ちょっとディズニーの購入品を紹介していきます。まずはズートピアエリアができたということで、頭物を買いました。これ被るやつです。これはね、なんかズートピア私2回ぐらいそのエリアに行く前に見たりとか、行った後も見たんですけど、どこに出てくるんだろうっていう感じで。はい、こちら垂れ耳うさぎちゃんですね。ピンクの垂れ耳うさぎちゃんなんですけど、ここに出てくるよっていうのがあったらちょっと教えていただきたいんですけど、はい、こちらです。これもね、ズートピアエリアで、あ、でもフォップスファミリーって書いてあるからファミリーなのかな。なんかいっぱいね、うさぎちゃんのファミリーいると思うんですけど、ジュディのね、中に、だからその中かなっていう感じで、こちらこれね、なんか人参の中に入ってるんですけど、こうやって取ることもできる感じになってて、ふわふわでモフモフでめちゃくちゃ可愛くて購入しました。はい、こちらです。こちらはリーナベルちゃんです。ちょっと日本にはない、なんかちょっと小柄な感じでお洋服を着た感じのリーナベルちゃんなんですけど、これはなんか今リーナベルちゃん、日本でも人気だと思うんですけど、中国でも大人気で、これも買えなくて、なんかこう抽選アプリで抽選をして当たった人じゃないと買えないっていうことで、私はなぜか当たったんですよ。なぜかというか、たまたま運がよく当たったので、こ
ちらを購入しました。これはね1人2個までということだったので2個買いました。お友達にもお土産と思って同じものを2つ購入いたしました。1個は自分の分で1個はお友達にあげようと思います。これを買ったのと、可愛いですよね。なんか大きさがちょっと小ぶりな感じ。お洋服もめちゃくちゃ可愛くないですか？なんか付け襟っぽいのしててめっちゃ可愛いと思って購入いたしました。あとレディーナベルちゃんのカチューシャ。これ実はちょっと持ってるんですけど、でもちょっと日本のよりね、ちょっと大きい感じがして購入しました。あとは、このね、ちっちゃい、ここの手のところが磁石になってるリーナベルちゃん。こういうバッグとかにもこうパチッとこうつけれる感じのリーナベルちゃんになってます。これも抽選のエリアでしか買えないものでこちらも1人2個までということだったのでこれをお友達にお土産分と自分分に購入いたしました。可愛いですよね。だいたい159元ですね。これは購入いたしました。他はですね、バッジ、年パスを買ったのでこういうバッジがもらえたりとかしましたね。上海ディズニーのエリアはまた後々 Vlog で出したいと思いますのでぜひ楽しみにしててください。編集頑張ります。はい、続いてまた上海にね行ったということで飛行機に乗ったら絶対買うであろうデューティーフリーっていう感じなんですけど、そこでね買ったもの、まあ、化粧品関連なんですけど、私がよく使っているコスメデコルテリポソームアドバンスリペアセラム美容液、これがね2本になって、まあ、こちらのやつなんですけど、これが2本入ってて、しかも大きさが大きいやつなんかやつなんですけど、これはなんかお得、いくらお得とかはちょっとよくわかんないんですけど、でもすごいお得だったので、このいつも使っているコスメデコルテの美容液と、あとは私メイク落としをよくやるときにいつも使っているのがこの3のね、クレンジングオイル、これメイク落としなんですけど、これを使ってて、これが今年の干支になっていたパッケージになってて、これもね、安かったっていうか、まあ、もちろん免税というか、成田空港で買ったんですけど、税金がオフになるので、まあ 10% オフだったりとか、あとなんか2本セットだとちょっと安いみたいな感じで、まあ、大体 15% オフぐらいになるのかなっていう感じです。これを買ったのと、こちらです。私がいつも使っている。これもね、コスメデコルテのリポソームアドバンスレペアクリームのデュオですね。これはクリームになってます。これを買いました。これもね、本当によく使ってるものなので、これもね、2個セットなんですよ。で、なんか、いつも海外行くとき、どうしてもこう、急いで行ったりとか、荷物になりたくないなっていうときは、こういう重ためのものは買えないんですけど、今回は結構プライベートの時間が多かったので、こういう重ためのものも買えるなと思って、こういうのを、免税店でゲットしました。はい。よくね、私の基礎化粧品、聞かれるのでいつもデコルテコスメデコルテを使っております。ピンクハウスさんで購入したものになります。で今回、まあ、ディズニーでも着てたんですけど上海ディズニーでも、まあ、ずっとピアエリアウサギちゃんっていうことで今回新しく出てたねじゃんウサギちゃんのバッグ、これピンクハウスさんでウサギちゃんシリーズが出ててめっちゃ可愛いと思って、まあ大容量には入らないんですけど、でも肩からかけれたり、割と化粧品とかペットボトルとかも入るんですけど、こっち側にもポケットがついてたりとかして、まあまあまあ、こういうぬいぐるみバッグにしては実用性が高い、こちらのバッグと、あとは普通にこういうピンクハウスさんでよく出る肩掛けバッグ。これも私よく買うんですけど、キティちゃんコラボでも買ったんですけど、これね、こっち側にもついていたりとかしてめっちゃ可愛い使えるやつ、これも旅行に持っていきました、上海とかね。はい、あとはこのこちらのシリーズの
ぬいぐるみバッジです。こういうとこにつけたり、私はコートにね、コートのポケットによく入れたりしておりました。なんかこのクッキーとうさぎちゃんのピンクハウスさんの新作のシリーズが私的にめちゃくちゃツボすぎて結構いろいろ購入しました。あと購入したのがこちらのワンピースですね。もうポンポンがついてるところがめちゃくちゃ可愛くって、まあこれもね、こういうところにこうぬいぐるみバッジつけたりとかして、こちらも購入しました。こちらフードになってるタイプで、半袖タイプなので中にねタートル着たりとかブラウス合わせたりとかしてきたいなと思っております。もう柄やばいですよね。天才的って感じのクッキーとうさぎちゃんのシリーズになります。めちゃくちゃ可愛い、本当に。はい、こちらと、でもねピンクハウスさんってほんと夏も着れるので、まあ冬はね重ね着していろいろ重ね着みたいな感じでこうボリューミーに着れるんですけど、夏は本当に1枚でさらっとも着れるのでめちゃくちゃ便利。キティちゃんとのコラボではないんですけど、コラボの時に一緒に出てたこのギンガムチェックのワンピースになります。ギンガムチェックのは私のコラボでもセーラー作らせていただいたりとか、いろいろやらせていただいていて、なんかピンクハウスさんって感じのイメージではあると思うんですけど、これがね、この猫ちゃんの耳になったフードがついていたりとかする、本当になんかもうザ・ピンクハウスさんっていう感じの、ワンピースになります。これも本当旅行行く時にももちろん使えるし、重ね着する、先ほどのね、そう、うさぎちゃんのやつと重ねてもめちゃくちゃ可愛いので、まあいろんな着方ができるなと思って購入いたしました。結構だから年末は、まあ展示会で頼んだっていうのもあるんですけど、ピンクハウスさん関連を結構購入しまして、上海のディズニーで着たりとか、上海のまあ街中で着てることが多かったと思います。はい、続いていきたいと思います。続いてはこちら、これもねピンクハウスさんシリーズなんですけれども、これもなんかうさぎちゃんと一緒に出てたんですけど、コートをこれ買いました。ショートコート、もうピンクの色味が可愛すぎるのと、あとここにねクッキーみたいなのもあって、これも購入しました。まあいろんなお洋服にも合うんですけど、もちろんピンクハウスさんで今回お洋服結構買ったので、まあアウターもねもちろん展示会とかでは買ったんですけど、まあショート丈だといろんなお洋服に合わせやすいなと思って購入いたしました。続いていきます。続いては今日着てるお洋服、この帽子とワンピースもそうなんですけれども、あとこちらのワンピース、これねバラ園のイベントで着たと思うんですけど、バカテル公園で着てたのはジャンスカタイプで、こちらワンピースタイプを私は購入いたしました。ちょっとねこの茶色の部分が大人っぽくて、ジャンスカよりワンピースの方が割と大人っぽい雰囲気があるかなと思います。このねバラの柄がすごくクラシカルで可愛くって、結構ツボってしまったので私はワンピースを購入しました。またねバラ園とかのバラの時期にたくさん着たいなと思います。これからもたくさん着る予定でございます。そして続いてはこちらです。これねわかるかな、耳ピアスなんですけど、これアナスイのアクセサリーになってます。これはなんかまあウサギシリーズをいろいろ買ってる中で、ウサギのアクセサリーも欲しいなと思って、こちらのねウサギの顔の、可愛くないですか？めっちゃ。アナスイの、アクセサリーって結構可愛いピアスとかイヤリングとか、あとネックレスとかも売っていて、まあ、サイトでね、見てもらえれば色々あるんですけど、私はハロウィンの時にも、買ったりとかしたんですけど、すごい可愛い。こういうクラロイとかにも合いそうなものになっております。これもね、ちょっとつながりが、上海つながりにはなっちゃうんですけど、上海に行った帰り、だいたい羽田が最近多かったんですけど、久々の成田帰りだったので、帰りに紫翠のアウトレットに寄ってきたんですよ。で、紫翠のアウトレットってメゾンドフルールのアウトレットがあるんですよ。もうそれ目的で行きたいみたいな感じで行きました。じゃーん。そして買ってきました。もちろん。はい、ということで 50% オフになってたんですよ。このなんだろう、どっかの限定のこの大きいボストンバッ
が、半額になってたので、これね前々から気になっていたんですけど、多分北千住とかなんかどこだろう、どっか限定みたいな感じのものだったので、こちらと、あとこれはね、あの別にオフとかではないんですけど、この止水限定のうさぎちゃんと両方ゲットいたしました。もう可愛すぎという感じ。あとはね、ディズニーストアで買ったやつ、これは全然アウトレット関係ないんですけど、マリーちゃんのバッグだったりとか、あとはマリーちゃんの手袋とかも可愛くて、これはディズニーストアのものになります。アウトレットで買ったのはこちらです。可愛くない？すごい可愛いと思って。あとアウトレットつながりなんですけど、シルバニアファミリーも買いました。じゃーん。止水のアウトレットで買ったものなんですけど、これはアウトレットではないんですけど、シルバニアファミリーのお店があって、そこでね、新しく出てたこの何が出るかわからないシリーズ、これいろんなやつが出てるんですけど、最近出たのがこの何ドキドキコレクション赤ちゃんフルーツパーティー2ってやつ、全6種類で、これが出ました。めちゃめちゃ可愛い、これが出ました。めちゃくちゃ可愛くないですか？メロンかなみたいな感じで、ゾウさんとかね。で、私実は3かぶりぐらいしてて、もっと買ってるんですけど、これが2個出ちゃって、これがなんて3個出ちゃってるんですよ。なかなかこういうの6個揃うの大変だなっていう感じではあるんですけど、今のところ一応6個買ったんですね。6個シリーズだから6種類、全6種類なんで。なのですが、3個しか、かぶってしまったので、今のとこ3個、これから徐々に集めたいなと思います。じゃーん。かわいい。この子の名前がちょっと私、わからなくってですね。ヘディゲ・ホングちゃん、ベイビー。なんかでも、海外なんですよね、これ。後ろが日本語じゃなくて海外のものになってるんですけど、ハリネズミなのかな？の赤ちゃんなります。これね、ずっと欲しくて、この家族めっちゃ可愛いなと思って探してたんですけど、なかなかなくて、たまたま止水のアウトレットの中に入っている、シルバニアちゃんのお店でゲットしました。はい、ということで、私の12月の購入品紹介になります。購入品紹介でした。はい、ありがとうございます。ということで、2024年も私らしく頑張りたいと思いますので、ぜひ今年1年もよろしくお願いします。YouTube はね、ちょっとまだ6万人なんですけど、10万人目指して頑張っていきたいと思います。今年はね、ショートとか、あと TikTok とかも頑張っていきたいなと思っているので、ぜひぜひ皆さん、私の SNS フォローよろしくお願いします。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。それでは、バイバーイ。